はい、こんにちは、VUJ です。今回ね、緊急で動画回してますって YouTuber の方よく言いますよね。でも今回ね、緊急でもないですけどね、動画回してます。ね、やらかしました。何かっていうとですね、はい、ちょっと見ますよね。骨折してしまいました。はい、なんで骨折したかっていうとね、なんとなく想像はつく方ね、いると思うんですけどね、ちょっとね、やってしまいました。はい。この前ね、動画前編1本上げましたけどね、はい。6月の20日21日にね、八ヶ岳の編笠山とね、権現岳登って、まあ、無線やってきたんですけど、はい。登山口まではね、スーパーカブ110で、いつも通りスーパーカブ110で、観音平登山口というところまで行ってね、まあ山登って山越え一泊して、まあ、2日目またね権現岳登って、まあ、無事に下山したんですよ、あの観音平登山口にね。はい。でね、そのね2日目はねずっと雨降ってたんですけどね、もう雨でびしょ濡れになりながらね、下山して本当ね、もっと早くね、止むかと思ったんですけど、全然山沿いにね、ずっと雨が土砂降りな感じで降ってて、もうね、諦めてね、帰ろうということでね、はい。雨の中、本当走りたくなかったんですけどね、はい、スーパーカブで、まあ、ね、まあ、帰ろうと、まあ、観音大楼で出発したわけですよ。はい。でですね、まあ、雨の中、一応ね、まあ、ナビね、スマホナビ使うんで、スマホをね、スマホのマウントね、ラムマウントっていうマウントにね、はい、スマホのナビつけてね、まあ、使ってたんですけど、観音平からね、駐車場から下る、ね、道が、結構ね、ところどころ段差があるんですよ。でですね、まあ多分ね、そのマウントが濡れてたのもあると思うんですけど、段差でガンっていった時にね、スマホがボンって吹っ飛んだんですよ。ラムマウントはね、まあスマホほぼ吹っ飛ばない、大丈夫だと思ってたんですけどね、やっぱ雨で濡れてったっていうのもあると思うんでね、スマホが吹っ飛んでね、落ちちゃったんですよ。で、まあ下り坂で土砂降りです。で、下り坂で本当はもう止まりたくなかったんですけどね、下り坂で止まって、まあね、スマホを取り行くためにね、降りようと思ったんですけど、やっぱり雨がね、下が濡れててね、でね、しかもね、登山靴もね、結構ねアスファルト滑ると登山靴なんですよ。で、降りようと思ったら、左足がつるっていきましてですね、まあ、立ちこけですよね。まあ、走ってないんで、走行してないんでね、立ちこけをして、ガッとね、左に倒れて、肩をね、強打してしまいました。あ、痛っと思ってね、まあ、立ち上がったんですけど、激痛なんですよ、左肩がね。ただその時はね、骨折してると思ってなかったですよ。なんかやっぱり脱臼したかなみたいなね。ちょっと強く打ったなと思って。それでね、ほんまあ、実際その時点でも骨折は多分してたんですけどね。でもね、まあ、もう左手が結構ね、動かない状態だったんですけど、まあ、なんとかね、カブを起こして、スマホを拾って、またつけてね、まあ、一応ね、バイクまたがろうとしたんですけど、また急坂なんでなかなか怖くてですね。一応なんとかまたがったんですけど、左手がね、最初になんかね、ハンドルつかめなかったんですよ。でもまあ、無理やりつかんだらね、左手でね、無理やりつかんだら、まあ、つかめてね。で、まあ、ハンドルつかんでね、こうね、構えたらね、別に痛くなかったんで、もうね、バイクも大丈夫そうなんで、まあ、帰ろうということでね、160キロ、170キロね、はい、走ってね、そのまま帰りました。なかなかね、ただ大変だったですけどね、土砂降りの中ね、160キロ、170キロね、左肩ね、痛い状態でね、ずっと走って家まで帰ったんですよ。で、家に帰ってから、まあ、近くのね、やってる整形外科行ったら、レントゲン撮ったら、ね、折れてますと。で、これもひどいです。かなりずれて折れてて、結構ね、ひどいことになってますんで、うちじゃ治療できないので、ということでね、違う病院に行って、またね、翌日、違う病院でね、CT 撮ったりして検査したんですよ。そしたらですね、やっぱりね、かなり悪い感じでね、砕けてましてですね、骨が。これはもうちょっとくっつく感じがないと。ほぼ五分五分だけど、くっつかないかもしれないと、骨が。結構バラバラになってるらしくて、肩の骨が。で、まあね、で手術が必要だけど、まあ、くっつけるんじゃなくて、まあ、その、人工的な人工関節を入れることになりますというところでね、はい、話が
ね、お医者さんとまとまりまして、でですね、7月1日にね、月曜日、来週月曜日、7月1日にね、入院をしまして、翌日にね、手術をね、する予定です。いや、まさかね、こんなことになるとは思わなかったですね。ここまでひどいともね、思ってなかったんですよね。はい。ああ、いたと思った時点でね、まあ、救急車呼んでもよかったかもしれないですけどね、あ、これ結構走れんじゃないかと思って、ね、走って帰ってきたんでね。はい。でね、折れた状態でね、バイクを引き起こしたのもね、悪化させた原因かもしれないですね。わかんないですけど、もともとね、ひどかったかもしれないですけど。ということでね、はい、7月の頭にね、入院をします。で、手術をします。で、手術してやっぱ2週間ぐらいはね、入院しなきゃいけないって言われたんで、まあ2週間は入院ですね。で、まあ状況により、まあね、入院が伸びると、長ければ4週間ぐらいね、入院になるかもしれないっていうところで、はい。やっぱね、入院の後ね、こう、やっぱね、こっちが固定しちゃうんで、ね、ちょっと生活に支障が出るということでね、はい、退院してもね、あの生活が大変なんで、まあ、しばらく入院だろうというところになりそうです。ということでね、こんな感じでね、やらかしてしまいました。はい、立ちこけでね、ここまでね、ひどくなると思わなかったですね。本当に、あのね、下り坂のね、アスファルトでね、はい、足が滑ってね、あのバイクごとね、こう、立ちこけ転倒して、はい、肩を強打したんでね、結構ね、ひどいことになってしまいました。なんでちょっとね、復活はしばらくかかりますね。しばらく山は行けないですね。バイクももちろんね、自転車も乗れないんでね、片手なんで、今もね、まあ一応右手はね、使えるんで、はい。まあ一応ね、まあね、いろいろなんかやるにはね、食べたりね、パソコン打ったりね、スマホいじったりするには、まあそんなにね、不便はないんですけど、はい。左手がね、まだね、全然ね、治療してないんですよ、全然。折れたままなんですよ。で、痛みの目だけもらってね、こう三角形でね、ちょっと若干固定してるぐらいでね。はい。でね、こう手がね、すごいパンパンに今腫れてるんですよね、これ。はい。太った方の手みたいになってますけどね、パンパンに腫れてます、ね。これなかなか辛いですよね。一応ね、指は動きます。大丈夫です。という感じでね、動画の投稿はね、はい、7月のね、もうね、上旬というかね、前半はね、多分できないと思いますね。はい。あの、病院でね、なんか動画撮ったりとか多分しないと思うんですけどね。はい。それは入院までにね、ちょっとね、動画何本か作っておこうかなと思ってました。はい。皆さんもね、お気をつけくださいね。まあ、バイクとかに限らずね、はい、日常でね、いろいろね、怪我する可能性もあるんでね、はい、皆さんもね、十分ご注意ください。ということでね、はい、そんなご報告でした。はい、またね、動画、あの後半もね、またそのうちアップします。はい、ありがとうございました。痛いっす。痛いっす。